ドリブルで上がる、左サイド森、クロスで割れ、クロスで割れ、菊岡ドリブルで行く、前が空いた、右足のシュート、これは清水が突き込みましたが、橋内が一足早く先に触りました。ルーズになります。中盤です。後ろから穂崎だ、攻撃に良さを持っている穂崎か、菊岡コースを作るに行く、菊岡まだ足元にボールが残るのか、いやークリエ最高峰で攻めました。星野圭介から高崎が落とします。セカンドボール新田、そして菊岡コースを作るなってほしいんですけどね。まあ、仕掛けるかどうか、一旦下げて、ここに柴崎晃生、大きなサイドチェンジャー、福田健介に通る、作るに当たってはこうミスを起こしたね、こういうところでスムーズに展開するには、まあ守備は弱くても、ここは抜けるか、高崎が行く、シュート、ここは反応したの、ここでボールを奪ったが左サイド、これはオフサイドは違います、はい、オフサイドはないフリーだった、1対1シュート、おーよく入った、もう1回シュート、こぼれたところ、だんだん残り少なくなってきます。小沢、さあ次の1点どちらが取るか、菊岡、ね、いいところに出した、キーパーズ、あーっと、手元の時計で後半35分を回りました。まあ、お互い疲れても来てますから、スルーパスでた、オフサイドない、シュート、新たな、それもゲームの流れ相当変えてるんでね、はい、おっと抜けたのチャンス、シュートはキーパーどう入れるかというと、そこでホーリーホックはね、ドリブルでこう入られてきた時になかなか止めきれなかったんですよね。このさあ抜けてきたぞ、おっと、吉川通算400ゴール目はなりませんでした。開いた、前が空いている、クロスを送る、高崎だ、高崎大久保止めた、また止めた大久保、しかし小沢中盤で気候がボールを取った、気候がどうするか、スルーパス、うまい、シュート、ゴールキーパー中がマイナスな角度、新たが受ける、ペナルティー入れない、ファウルはありません。そしていい形で菊岡が受ける、菊岡が柔らかいパス、新たのヘディングシュート、木下よく弾いた、そして石井ちょっと足を取られかけました、くさびのパスを縦に入れました、いやくさびというよりも裏を狙ったパスでした、そうるのです、そしてカウンターです、うわ完全に裏を取りました、新た中には高崎、新たのシュートはポ、逆に今度森村中央を抱えて、菊岡、ね、さあ菊岡がどうするか、高崎新たが動く、新た抜け出す、抜け出す、シュート、よく止めた、絡んだら黒ネみたいな選手がいますから、ゲームメーカーが、クロスボール、シュート、菊岡右が空いている、ターンをします、いやいいボールだ、高崎、いや今のは、中央頭を越えていった、決まった、裏にフリーのスペースがありました。さあここで菊岡、平本、元フォワード平本、右足、水原正面で森島後ろ下げる、シュートも出るか、右足、東のシュート、ここは土屋に当たりました。右サイド東京ベルディ、川野持っていけるか、シュート、シュート打ちました、いい形でボールを奪ったベルディ、平本、ね、右を使う、さあいい形だ、センターフリーの高木、その高木にボールが来た、ボレ、そしてベルディのコーナーキック、時間は間もなく70分です。菊岡正面来た、ヘディング、クロスバー、富澤のヘッドはバーだ、そして大和田には芝小屋がマークにつきます。高いボール、流れたゴール、ゴール、やってやろうっていうのはありますよね、気持ちが出てますね。初スタメンの染谷です。さあ裏に新たなボールは抜けてきたぞ、新たキーパーとても難しいんでしょうね、コースを変えて遠藤から、さあ菊岡だ、菊岡のエリアに入った、菊岡切り返した、菊岡、吉原、菊岡のチェック、さらに突いた、菊岡ボール取りました、さあここは菊岡の右、高崎のシュート、股間を通した、感じてる新たですね、さあコーナーキック、またも蹴るのは菊岡です。
速いボール、ニューサイド、おー、来たー、ここいいですね、入れるのが菊岡、弧を描く、そこは非常に気になりますね、コメントを聞いてて、そのより中身ですね、フリーキック、菊岡、ふわっと浮かせるボール、南が触るな、先制。元の集計でまだ両チーム合わせてシュートというのは先ほどの平本の1本だけ。さあここは菊岡につながった、中で手を上げていく平本、平本へボールがつながって中へ折り返す、ああシュートを狙っていきました。さあここはヒールで川野がつなぐ、そして高木から菊岡、ここからですね、前線平本が走る、平本に入った、平本を持ち出していって、ここは北見がつく、北野を返し、北見を返した、持ち出して、はい、ゴール、岡がどこに入れてくるか、リンシングのボール、柔らかいボール、さあサイド、富澤だ、柴崎か、逆サイド空いてますね、いいよ、しかしその空いている逆サイド使わない、裏です、ね、ミサイルにこだわって縦のスルーパスで、さあ繋がった、木岡から、木岡狙うか、人を使った、中でシュート、